マブラブ、アニメテッドザ・デイアフター、前回に追加のプレイしていきましょう。S11 をあのデカブツにぶち込んでやるために行っている途中なんですけどっていう感じですね。大丈夫なのか、いけんのかな。バイタル、意識悪い。少佐、しっかりしてください機体ステータス、ダメージが大きい。これじゃあ短期離脱は無理だ。俺の機体で抱えて。回収します。少佐、脱出してください。私に構うな、タツナミ。これもう死にそうだから怖いんだよな、マリモちゃん。こいつを持っていけ、タツナミ。こいつであのデカブツを粉砕しろ。巻き込まれるだろう。てか、その前にベータにやられるか。しかし、ヤツの腹からレーザー球が出てきたら、我々は、人類は終わりだ。まあそうだよな。このままここで終われるか。ですが、あんたが死んじまうだろ。あれ、ちょっと待って、勝手に進むのか。我々は勝たねばならない。勝ってシアトルを守らなければならない。だからって、私に後悔させるつもりか、立浪。頼む、立浪。今は貴様だけが頼りだ。結局人は自分にできること、なすべきことをなすしかないんだ。それだけが後悔を浄化してくれる唯一の手段であると信じて。目標はすぐそこだ。行け、助け。くっそー。幻想闘技、初期出力最大闘技。3より神宮寺少佐、今すぐベールアウトしてください。エレン、どうして。命令が聞けない子たちだ。マル4よりマル3、コックピットブロック確保。了解、機体反転、急速交代。数が増えてきやがった。でかいのが近づいてきやがったのか。レーザー球が出てきたらアウトだ。ウォーロック2よりウォーロック1、立浪注意、援護します。バカ野郎、なんで。お前まで巻き込まれるだろうが。私はあなたのエレメントです。戦術機はエレメントで一つなんですお前が言ったことだよな。ウォーロック1了解、支援頼む。了解。すごい、まるで避ける方向が分かってるみたい。何やってんだよ、あのバカは。しゃあ、見えた。口を閉じようとしてる。バレてんのか。警戒された。怒られるぞそれ。めっちゃ動くようになったな。いや、あまりにも良すぎるな展開がめちゃくちゃ好きだ。言いたいな、やったかって言いたいけど。やったのか。言うよね、言うよね。どう。さすがにあんだけやったんだ、死んでくれよ。
将尉、立浪は、エイ将尉、ミオの将尉、どうなっている。くそ、私は。現在、戦争アウト中です。回復までお待ちください。そんな、そんな、そんなのって。S11 食って生きてるもん。どうしようもねえよ。あのバカ野郎が、せっかく助かった命を無駄にしやがって。バカが、バカが、大バカ野郎が。すまない、私は、私は。っていうところで、勝手に殺すなって言いそうだな。ですよね。え、さすがに死んだよな、あのデカブツは。そっちは大丈夫だよね。さっきなんかゴゴゴって言ってたけど。俺もユズカも。本当にレーザー級どうにかなってよかったな。ていうかレーザー級がまだいるっていうのが絶望的なんだけど。どうすんのこっから。立ち上げ、こちら神宮寺だ。大丈夫か、無事なのか、問題ないのか。まあリモちゃん。問題なしです。あのでかくて頑丈なのが口を閉じてくれたおかげで助かりましたよ。仙道少尉も無事です。これより帰還します。いやー、ほんと死ぬかと思ったぜ。こちらウォード靴、問題なしです。よく、よくやってくれた。よく。さすがに今回は死ぬかと思った。バカ野郎、また奇跡の生還かよ。お前どんだけ悪運に恵まれてんだよ。バカ、悪運じゃねえよ。幸運の女神様が味方してくれてんだよ、俺には。言ってろバカ野郎、帰ったらおごってやる。死ぬまで付き合え。了解だ、面白え。破産させてやるよ。松風注意、私もご相伴させていただきますね。ごちそうになりますわ。はいはい、私も私も。くっ、お前らしゃあねえな。全員まとめておごってやる。助かった、今回も生き残ることができた。大隊長より第一大隊各機へ。落ち着いた、マリマちゃん。収束した模様。1体目の超大型種の撤退も確認された。これに伴い空爆部隊が出撃した。あとはアメリカ軍が始末してくれる。前期回収ポイントへ転進せよ。第一戦術機構大隊、任務完了。ご苦労だった。了解。うっしゃ、これにて一件落着。これに懲りたら二度と来るんじゃねえぞクソベータどもが。終わった、これで帰れる。よかった。バカども、また来いよ。何度でもぶっ殺してやるぜ。しかしなぜ神宮寺少佐の機体には S11 が搭載されていたんだ。だよな、だからあれかな、軍曹結構心配してたのかな。ひょっとしたら大問題になるんじゃないのか。なるだろうな。米軍に全部預けてるっていう前提だったんでしょう。協定違反だし、それ以前に。ありえないよな、そんなこと。何か言いました、注意。ああ、いや、何でもない。まさかな、何考えてんの。ん、どういうこと、何考えてんだ俺は。そういえばユズカ、何かしら。あなた
さっきどさくさに紛れて響きって呼んでたわよね。え、そんなこと言ってな、そういえば言ってたような気がします。レコード流しましょうか。嘘、やめてまったく何やってんだか。あの人が死のうとするわけはないよな、神宮寺少佐。どうなんだろうな。おい、本当なのかよ。お前なんか聞いてねえのか。知らねえって、少佐と話すタイミングがなかったんだよ。立浪注意、ここです、こっちです。ああ、遅いですよ、注意来ちゃいますよ。一応エレンの近くにいた方がいいのかな。よ、ここを邪魔するぜ。エレンは初めてだよな。何が。ええ、楽しみです。大変綺麗な方だと。あー、来てんのか、夕日。いらっしゃったぞ。お、殿下が、殿下がいらしてくれた。殿下よ、間違いないわ。あ、やっと。すげえ、これがカリスマってやつかよ。前行きな、前。抱っこしてやろうか。結構です。いらっしゃいました。我らの苦労が報われる時が来る。この格好を初めて見るな。すごい人気ね。人心の掌握、これでシアトルの住民も落ち着くだろうな。ああ、そりゃあ言えてみようだな。まさに殿下は日本の光、希望ってやつだ。あの話は我々アメリカ人には理解が難しい。君たちの歴史に関しては敬意を払うが、それがいつまでも永遠に続くこととは思えない。あれはこのことだったんだな。注意、移動しましょう。殿下の演説が始まります。この殿下はのほほんとしてる直前に見た殿下がのほほんとしてる感じだったからさ、どうしてもこう、あ、もうギャップを感じてしまうな。だが殿下が到着されたからといっても食料事情が一夜にして好転するわけでもない。まあでも我慢してくれっつったらだいぶ聞いてくれそうな感じはするよな。多分だいぶ違うと思うぜ。普通にとりあえずちょっと我慢してほしいんだけどっていうよりはさ。デモ前と何が変わったわけじゃない。実際に戦わなければいけないのはこっからなんだ。まあそれでもよ。そして俺たちはある意味で最強のカードを切っちまった。日本帝国征夷大将軍というカードを。これからだ、全てはこれからだ。ベータとの戦いも米国との関係も街の治安も、フランスとカナダとの戦争も、まだ何もかも変わっちゃいない。過去の成果で未来を生きることはできない。順位、早くしてください。了解。そうせかすなよ。エンちゃんの曲流れるってことはこれエンディングか。だから手を汚そう。土くれを掘り返し、そこに、ああ、自分が食べる分だけじゃない。仲間と仲間でもない連中のために何かを育てよう。俺にうまくできるかはわからない。でも俺がやらなきゃいけないことというのは分かってる。明日を生きるために。俺たちは戦い続ける。いやー、よかったな。これであれか、あのエピソード1が終わりなのか。これぐらいのボリュームが何個か続くって感じか。毎回最後にああいうでかいのがある感じなんだろうな。結構胸が痛いね。いやーでも
か、なんだろう、なんかすげえ面白かったなすごいこうバカみたいな発想に、発想っていうかあれになるけど、なんか面白かったな。やっぱこうさ、日常のそのなんていうの、今こういう状態になってるよっていうのを見せられるのも面白かったけど、面白いっていうかしんどかったけど何よりやっぱベータ戦だなって思うよな。なんか人と人との争いを見てるよりはやっぱベータとの戦いを見るのがやっぱまあブラブだよなっていう感じだよな。すごい作品だよ。次どうなっていくんだろうな。ていうか演説はこの後に聞けるのか、2じゃないと聞けないのかそこもわからんからな。この曲めっちゃ聴いてたけど、こういう入り方するとやっぱかっけえな。えんちゃんが好きでさ、結構ライブとか行ってて、曲とかも、まあこの曲も含めてね、まあ、キャリーオンとかも含めていろいろ聴いたりしてたんだけど、やっぱ作品の一部として聴くとやっぱ感じ方っていうかさ、変わるよね。っていうかグッとくるよな。面白かった本当面白かったな。日本帝国征夷大将軍公文院劉飛でございます。日本とは民の心の中にあるもの、私にはそれを守る責務がございます。劉飛の声じゃなくないこれ。また生き残ってしまったか。あれ、メイヤの声じゃない？殿下がシアトル。白金。タケルちゃんは今どうしてんの？それも気になる。次回出るんだろうこれ。やるよすぐ。買ってるんだよもう。やるやる。あ、俺ダウンロードしてねえや。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。次回アンリミテッドザデイアフターエピソード2やっていきましょう。それではお疲れ様でした。